はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、D 払いを使う上で今更聞けない4つのことということで、今回は D 払いについてですね、この動画は前回のペイペイに引き続き、D 払いを使う上でこれは知っておきたいということをですね、僕なりにまとめました。おそらくこれは知ってるよって方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、ぜひですね、おさらい程度に最後まで聞いていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということで今回は今更聞けない D 払いということで僕なりに4つにまとめました。まず1つ目は地味に使えるクーポンということなんですが、まあ、これまでですね D 払いに関してはクーポン機能が特になかったんですが、まあ、ここ数ヶ月の間でクーポン機能が追加されて、さらにはちょこちょこね、まあ、キャンペーンが開催されたりもします。で、実際にどういったところからクーポンを取得できるのかっていうところなんですが、まず実際の D 払いの画面を見ていただきたいと思うんですけども、まあ、下の並んでるタブの中にクーポンという風にあるんですが、まあ、人によってはここのメッセージっていうところにクーポンが来たりする場合もあったりするので、試しにまずはメッセージをタップしていただいて、そしたらですね、まあいろいろメッセージが来たりする時もあります。まあおそらくですね D ポイント加盟店っていうのがあるんですけども、そこで D ポイントカードを提示したりとか、もしくはそのお店で D 払いで決済したりとか、そういった場合に結構ここからメッセージが届くことがあったりします。もしくはキャンペーン中とかですかね。で、僕の場合ですね、今日ここからファインっていうドラッグストアからですねメッセージが来てたので、試しにここをタップするとご覧のようなクーポンが発行されましたということで 5% オフのクーポンが来てたみたいです。で、これをですねお気に入りに追加っていう風にタップしたらお気に入り追加済みっていう風になります。そしたら次にですね、先ほどお伝えしてた下のですねクーポンタブのところをタップしたらいろんなクーポンが表示されます。で、先ほどお伝えした 5% オフのクーポンをタップしたらご覧のようなここからファインのスペシャルクーポン、お一人様1回限り利用可能ということで、まあ僕はねちょっと使う予定はないんですけども、クーポン表示するを実際にタップしたらここで、まあ、確認の画面でご利用は1回限りですと、まあおそらくねお店にいる時にこのクーポンを使うをタップしたら使えるっていうことなんですけども、まあ実際にタップしたらバーコードが表示されて、お店で提示をした後に下の D 払いで支払うをタップしてご覧のような画面で D 払いで決済するっていうような流れになります。で、このクーポンなんですけども、まあ、ここ最近僕も使ってて分かったんですけども、クーポンによって若干使い方が変わります。今お伝えしたようなメッセージが届いて、お気に入りに追加して、そこから使うパターンであったりとか、セットするっていう方法もあるんですよね。まあ、今お伝えしたこの2つのタイプ、バーコードで提示するか、まあ、セットするっていうタイプなんですけども、まあ、このセットするタイプに関しては、まあ、実際にですね、決済するときに、セットされてるかめちゃくちゃ不安になるんですよね。まあ、これに関してはね、ちょこちょこ Twitter とか、YouTube の動画のコメントでもいただいてたんですけども、 D 払いのクーポンは若干そのセットされてるか不安になることがあったりします。なのでちょっとね今そのセットするクーポンがないので実際の画面をお見せすることはできないんですけども、そのクーポンのセットするっていうのをタップした後に D 払いで通常決済すれば割引されたりとか、そういった状況になると思いますんで、ぜひそのクーポンが出た時はですねそういった方法で試してみてください。ということで一つ目の地味に使えるクーポンについてでした。次二つ目は組み合わせによって還元率アップということで、まあ、若干ね、今更感はあるかもしれないんですけども、D 払いの還元率って、大きく僕なりに3つに分けてみました。まあ、これですね、通常の還元率、実店舗で払った場合と、D ポイントで払った場合、で、請求書払いで払った場合、こういった場合の還元率でどうなると思いますかね。もうほとんどの方がご存知かと思うんですけども、まず通常の還元率、普通に D 払いでお店で決済した場合は 0.5% 還元、200円で1ポイントの D ポイントが貯まります。で、残り2つの D ポイント払いと請求書払いに関してなんですけども、なんと 0% 還元ということで、一応 D 払いの機能として D ポイント払いっていう方法もあるんですが、特に還元率はなくて、ただただポイントで払うだけっていう風になります。で、最近ね、実装された請求書払いもあるんですけども、まあ別のね、コード決済であれば 0.5% 還元とかあったりするんですけども、D 払いを使って請求書払いを行ったとしても、特に D ポイントがもらえるっていうわけではないので、ここは気をつけてください。とりあえずね、普通のお店で、実店舗で決済した場合は 0.5% 還元となります。で、気になるですね、ここの還元率のアップする方法なんですけども、至ってシンプルです。一応ですね、僕なりに3つにまとめました。まず通常時の還元率が 0.5% 還元、200円で1ポイント。で、次にですね、支払い元をクレジットカードにセットした場合は 1% からっていう風に書いてるんですけども、まあ大体ね、クレジットカードって 1% 還元のものが多いので、1% とします。ですけども、クレジットカードに限らず、3D 席は対応の、まあカードであれば、
還元率をアップすることができます。まあもちろんね、無理にクレジットカードとかカード類をセットする必要はないんですけども、もし還元率をアップさせたい場合はこういった方法もありですね。でさらにですね、 D ポイント加盟店っていうのがあるんですけども、そういったところで D ポイントカードを提示した場合は 1% 還元という風になります。まあこれ 1% からということにしてます。まあお店によっては若干還元率が変わるみたいなので、なので大事になるのはちょっと順番が違うんですけども、決済前に D ポイントカードを提示することが大事です。それを提示した後に D 払いで決済すると、そういった方法で還元率アップを狙ってみてもいいと思います。なのでね、実質 2.5% 還元が、これが全部まとまればね、可能ということですね。で、ちなみにこの D ポイントカードなんですけども、まあ、公式ページにね、どういったお店がどんな還元率なのかっていう風に確認することができます。例えば、公式ページにあるこの松本清司っていうところですね、タップしたら、松清のいろんな情報が出てくるんですけども、画面を下に下がっていただくと、ポイントを貯めるっていう項目で、ここに先ほどお伝えしたように、D ポイントカード、100円で1ポイントのまずポイントが貯まります。これで 1% 還元ですね。で、さらに先ほどお伝えした D 払いで松清で決済した場合は、200円で1ポイントの 0.5% 還元が加わるので、普通に松清で D ポイントカードを提示して D 払いで決済したら、なので還元率は 1.5% ということですね。で、実際のお店に行った時の決済方法なんですけども、これが D 払いの画面から、まずはここの D ポイントカード、というところをタップしたら、ここでモバイル D ポイントカードが表示されます。でその後に D 払いで決済すると。でもちろんね、このまま決済しても問題ないんですけども、先ほどお伝えしたクレジットカードに支払い元を切り替えたい場合に関しては、ここをタップして、そうするとですね、クレジットカードの方に切り替わるので、これで決済すると。そういった場合はこの方法が成り立つという流れになります。ですけども、一つ注意点としたら、キャンペーンの時に関してはクレジットカードは D カード、クレジットカードの D カード以外のクレジットカードは対象外になる可能性もあるので、ここは注意が必要かなと思います。まあそれに関してはね、僕が常にキャンペーンの時に解説をしてますんで、まあそちらもぜひ参照にしていただければと思います。以上が2つ目の組み合わせによって還元率アップについてでした。次3つ目は D ポイント期間用途限定も送れるということで、これどういったことかで言うと、たまーにありませんか？ D ポイントの有効期限がそろそろ切れそうということってたまーにあると思うんですよ。特にあの D ポイントの期間用途限定ですね、有効期限は結構短いんですよ。ですけども、期限切らすのやっぱりもったいないなということはたまにあると思うんですよね。で、そういった時に今からお伝えする方法を使えば、まあ結構便利がいいかなと思いまして、その D ポイントを送るっていう方法なんですけど、まずこの D 払いの画面から下の画面に下がっていただいて、この画面のここですね、 D ポイントを送るっていうところをタップすると、ご覧のように D ポイントをいろんな方法を使って送ることができます。電話番号を指定して送ったりとか、 D ポイントクラブの会員番号を指定して送ったり、あとは QR コードを読み取って送ったりとかで、 URL のリンクを作成して SNS とかメールで D ポイントを送ることもできます。で、例えばですね、今僕の場合は、まあ、ちょっとね、最近使ったんで減ったんですけども、22万ポイントほどあります。で、ここには出てないんですが、この中に期間用途限定の D ポイントが300ポイント分が含まれてます。で、この D ポイント送るに関しては、期限が近いもの、括弧 D ポイント期間用途限定などを優先して送信対象になるっていうことなので、もしそろそろ D ポイントが切れそうだなっていう時は、例えばご家族であったりとか、ご友人とか、もしくはもう僕でいいので、間違えた。ご家族とかご友人の方とかに送って、まあ、ちょっともう D ポイントを使ってとか何かお願いすれば、サクって使ってもらうっていうのも一つの方法かなと思います。まあ、もちろんね、自分で使えないのがモヤモヤするっていうのはあると思うんですけども、もしもう期限切れそうだから、代わりに使ってっていう場合は、ぜひ、D ポイント送るっていう機能を使えば、期間用途限定もなんと送ることもできるので、まあぜひですね、こういった方法も試してみてもいいかなと思います。もちろんね、普通にお店とかコンビニでサクッと紹介するのもいいんですけども、こういった方法もまあある意味ちょっと喜ばれるかなと思います。参考にしていただければと思います。以上が3つ目でございました。で、最後4つ目なんですけども、 D ポイントカードの上限設定ということで、これ意外とですね、便利がいいんですよ。で、今からお伝えするのは D 払いではなくて D ポイントクラブのアプリ、 D ポイントアプリなんですけども、これは別のアプリになります。インストールされてない方はですね、こちらをインストールしていただければと思うんですが、まあ、僕の場合ですね、今22万158ポイントっていうね、まあ、僕の感覚では D ポイント結構持ってる方かなと思ってるんですよ。もちろんね、視聴さんであったりとか、ツイッターで繋がってる方とかもうものすごくね、 D ポイント持ってる方も中にはいらっしゃるんですけども、冷静に考えて22万ポイントってちょっとえぐいなと思って、もうその感覚に慣れてしまってる自分もいるんですけども、ちょっとですね、自分が気になることとして、例えば店員さんが誤ってポイントの全額払いとか
してしまったりとか、まだ経験はないんですけども、やっぱり怖いじゃないですか。自分の D ポイントで全額払うって言ってないのに全部使われてしまうとか、まだそんな経験ないんですけど、万が一ですね。あとは他にも不正に使われたりですね。まあそれはですね、未然に防ぐための設定にちょっと近いものをお伝えします。それがまずこの D ポイントクラブのアプリの左上の3本線のところをタップしたら、ご覧のようなメニュー画面が出てきます。そしてここの設定確認っていうところをタップします。そしたらですね、設定確認のメニュー画面が出てきまして、ここに D ポイントカード利用上限設定っていうのがあります。で、D ポイントカードの利用上限設定ということで、まあ、ちょっと説明にも出てる通り、D ポイントカードで D ポイントをご利用する際の1回あたりの D ポイントカード利用上限を設定することができますということで、現在の D ポイントカードの利用上限なしっていう風になってるんですよね。で、この場合、ここの D ポイントカード利用上限を設定するっていう項目で、近くの中に試しに1万ポイント、まあ、100って入れてるんですけど、合計1万ポイントという風に入れます。そして設定っていうのをタップしたら、これで利用上限設定として1万ポイントということになります。まあ、例としてこちらを見ていただきたいんですが、まあ、ローソンで決済した場合ですね、まあ、お会計の前に必ず D ポイントカードを提示するんですけども、その時にここ見ていただきたいと思うんですが、利用可能ポイントとして1万と6ポイントという風になってます。まあ、これはね、お買い上げポイントの6ポイントも含まれているので1万と6ポイントという風になってます。なので本当はですね、僕の場合20万ポイント近くあるんですけども、先ほどの上限設定のおかげで相手側、まあ店員さんにも1万ポイントという風に表示がされるっていう風になってます。なので間違っても1万ポイント、もちろんね、1万ポイントも減ることも痛いんですけども、間違っても1万ポイントまでしか減らないっていう風な設定になってますんで、なので誤って変な操作をしてしまったりとか、そういったのを自分の方で防ぐこともできたりもするので、こういった方法はね、ぜひ試してみてもいいのかなという風に思います。まあ、店員さんもたまにですね、良かれと思って、え、こんなにポイントあるんですかみたいな感じで言われることがたまにあったりするんですよ。で、それが若干ちょっと僕も気になってたこととこではあって、まあね、全然 YouTube 上では全然晒してはいるんですけども、口頭に口に出してそんなに言うことみたいなことがたまにうんって思うことがあったので、まあそれをね、こういった方法で、まあ1万ポイントもあるのも結構僕からしたら多いと思うんですけども、まあこういった方法でね、上限設定することができますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日お伝えしたことまとめです。今更聞けない D 払いということで、自由に使えるクーポンということで、まあクーポンもね、いろんな種類があるので使い方が若干変わってくるとこではあるんですけども、まあクーポンが来るたびにどんな風に使うかっていうのをしっかりとチェックした上で利用してみてください。で、2つ目、組み合わせによって還元率アップということで、まあこれはね、基本的な情報にはなるんですけども、これを知っておくことで D ポイント加盟店で還元率をアップ狙って D ポイントを貯めるっていう方法もかなりありかなと思います。で、3番目の D ポイント期間用途限定も送れるっていうことで、期間が迫ってきた場合に関しては、ご家族ご友人もしくはゆず彦間違えたご家族もしくはご友人に送って、お願い、もう数日で切れそうだから使ってみたいな感じで、自分じゃ使えない時にそういった方法も試すと、まあ喜ばれるのかなと思います。で、最後4つ目、 D ポイントカードの上限設定ということで、僕のチャンネル見てくださってる方もかなり D ポイント貯めてる方多いかなと思いますんで、この上限設定をすることで、まあ未然にね、使いすぎの防止とかもできますんで、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。まあそんなこんなで、今回は今更聞けない D 払いについて簡単ではありましたけど、まとめさせていただきました。まあ D 払いのアプリに関しては、まあ徐々に新しい機能が出てきてるなっていう印象ではあるので、まだまだなんかいろいろ出てきそうだなというふうに思います。まあ他にもね、マップなどの機能もあったんですが、まあそんなにまだマップに関しては普通のマップにちょっと近かったので、今回の情報には入れませんでした。まあ他にもね、 D 払いはこういった機能が一番便利ですよとか、これはよく活用してますっていうことがあればですね、コメントいただければなと思います。でね、前回の動画でもちょくちょくコメントいただいてたんですけども、 D 払い au ペイなどお願いしますとか、そういったご意見などもあったので、今後もね、こういった情報があれば動画にしてお伝えしていこうかなというふうに思っております。で、もしですね、 D 払いのインストールがまだの方いらっしゃいましたら、概要欄にもリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。